はい、プレイしていきたいと思います。7 days to die。というわけで、1時間設定、1時間じゃない、1日の設定を、24時間じゃない。ダメだ。1日の設定を120分に変えてきました。本当はね、前日に変えないといけないらしいけど、忘れてたんで、もう手遅れですけど、仕方ないです。変えてきました。多分、エクゾリア出てこないでしょう。これが原因で。まあいいや。とりあえず全力を尽くそう。フェラルホールまで。全力の準備を尽くします。全力で準備したいと思います。ショットガンシュルどこ行ったん？もう入れてあったっけ？入れてあったんだろうな、きっと。そうじゃないと。あんなに作ったショットガンシュルが行方不明っていうのは困るわ。でも作って取り出してなかった。いや、もともと何発か持ってただろう。まあいいや。とりあえず、行こう。で、お家の上にタレットを設置しました。多分ヘッドショットになるだろう。オートタレットでございます。ダロー運転大好きの接し方でございますので、当日になるまで分かんないです。やばくね？え？なんでこんな重い？さっきより重いんだけど、フェラルホールだからかな、まあ、そういうことなんだろうな。カメラビューが動かない。電気来てないから。うわ、カクカクだろ。嘘だろこれ。やっぱりさ、ダメだよ。もうフェラルホールダメだよ。これは無理ですね。やっぱりフェラルホールにならないと思う。これカクカクすぎて。もうフェラルホール始まる前からこんなカクカクだもん。今2個フレーム置いたのにさ、ないんだもん。出てこねえんだもん、フレームが。いや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 、さっき2個置いたのどこ行ったし。いやいやいや、もうここにフレーム置けなくなっちゃったよ。へえ、どうすんのそれ。え、無理やん。いや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 、動きすぎ。マジで、角度調整マジで。マジ頼むから。触れるか？よし。ここら辺でいい？あ、撃っちゃった。いいでしょう。いいでしょう。あ、このフレーム回収できなくなる。あ、ちょ、骨折すんなよ。最悪だからな、今日骨折したら。決戦の日だから。もうフレーム言えや。組いらないだろ。ショットガンシュルをちょっと。フレーム必要だわ、多分。ショットガンシュル。入れてなかったっけ、前。入れてなかったんだな。まあ、これで、どうにかなるでしょう。手遅れ感半端ないけど、まあいいや。いきなり湧いてきました。あ、やばくね？ここでフェラルホールスタートしたら間違えてるくね？ 120 分も。終わったわ、もう俺。とりあえずあいつだけ倒そう。倒した。カヤコ以外は基本的に倒そう。スパイダーカヤコ以外。スパイダーじゃねえ。ラビリテッドカヤコ以外。は？
死んでるの？死んでないね。当たってないのかな。でマツコっぽいのもやっとかないと危険な場合もあるから、あのネクロマンサーっていうマツコが、でなんかどでかいゾンビがあっちに行ったよね。倒しときましょう。倒したよな。よし倒した。なんでスイッチを持ってるんだろう俺は。コピーローテーション。結局さ、もうのんびりフェラルフォードだよね、もうね。インベントリ超適当だもんね。本当に大丈夫なんかよ、こんなんで。全部倒せっていう話だったのに。それ全部倒しとくか。よいしょ。また横も来てんのかな、ダクさん。よいしょ。まあ、警察官が一番最初から出てきたってことは、多少の高難易度でスタートしてるっていうのは間違いなさそうだよね。ゴリさんも来てるし、あっちで大爆発の様子もあるので、そこそこのゾンビは来ている模様。オフ、あいつだ。うーわ、やってくれてますの。あれちのマンション残しといた方がよかったのかな。あいつも召喚するよね確か。やべえ、あいつ仕留めてこないと被害がでかくなって手遅れなんだ。ドイツだと思う。あいつか、あいつじゃないな。あれラジエーテッドかやったじゃん。そんな気がするんで、あれ放置しておきましょう。で、爆撃班はどこ行ったの？あいつ爆撃班？わからんね。おう、あっちら辺に爆撃班いるっぽいね。あいつかな、爆撃班。あいつ怪しい。こっち爆撃、爆発してますね。お！新しい犬の、あ、やべえ。犬のラディエテッドが来ましたね。これは見たことがないゾンビですよ。で、この、豪傑も、爆発するやつなんで、倒しておいて。こいつも倒しとこうか、なんか嫌な予感するから。おっと、そっちに来てるね。どこにいる？あいつか？倒した。こいつもなんだかんだうざいんで倒してくる。やつで倒した。強えな。あ、手上げてないな、ノーガード戦法ね。あー、上げてきた。よし。強いやつとうざいやつは削っときましょう。事故が起きかねえから。お、やばいの来てない？なんかあそこ色がおかしいぞ、あいつもやもやしてんぞ。もやもやしてんぞあっち。なんかやばいなあっち。なんか今までに見たことないエフェクトが出てる。なんだ？
マツコが死なない。誰が犯人かわからんけど、見たことないエフェクトが出てる。あ、あれだ、クラッシャーの死体だ。死体から煙みたいな、死体というか本体からも煙みたいなの出るから、あれですね。あのクラッシャーも倒しておきましょう。やばそうなのいる、他に。電気ビリビリしてるのいない？あいつやばそうだな、顔が。お、犬来たね。え、じゃあさっきのかやこちゃん、爆散してたぞ、あそこ。あ、ちょま。危ないって。攻撃、出てないはずなのに爆散してたぞ、あっちで。あいつやばそうだから。当たんない。よっしゃ、当たった。ドイツだ。あいつかな？警察官とりあえずやった。フェラルもやっとくか。あ、マツコは切っとこう。まあ、こいつはあれっぽいけどね。ネクロマンサーがやばいから来た。ちょっとうざいんで、こいつ切っときましょう、ここ先。こいつ倒したら、湧き直しが起きる可能性があるから、一旦下がろう。あの、なんていうの。あいつだから。霊媒師。なんか、召喚するやつ。召喚師？ネクロマンサーじゃない。倒さない。死体あさないとわからんわ。呪術師だ、呪術師。やばい。遠距離攻撃してきてる、何かは。警察官ですね。よし、やったかな。よいしょ。ナイフ、よし。何かバラ爆発してるんだけど、あっち何がいいの。こっちも爆発したな。あいつか、今どこ行った、あいつ。あいつか、あれマツコだよな、きっと。あの手は頭か、マツコじゃないな。あ、向こうでめっちゃ爆発しまくってんだよね。で、あっち側全然発生してないぞ。今回はこっち側の方角の予感。あれか、破壊神。やばいな、これ突っ込んでくるのまずい。これやばいっすね。やばいっすね。誰が爆発させてる？誰が爆発させてるかわからないけど、爆発させてるのはやばいっすよ。これ嫌な予感だね。先、この白ゾンビとか倒しておきましょう。で、呪術師は後回しで。おっしゃ、来た、誰かが。一回内側逃げよう。やべ！ここ、切れてない。切れてないの、やばい。一回回復使っときましょうか。よいしょ。よし。カクカクです、カクカク。よし。あいつが破壊魔の可能性。やばい。
あー、あいつ爆、破壊王だ、破壊王だ、破壊王だ、こいつ。やばいっす、やばいっす、やばいっす。やべえ。よしよしよし。よしよしよし。マジ破壊王やべえ。アックスまで入れよう。リペア用に。長い戦いになるからね。後ろ取られた。しかも死体変な場所で作った。ああ、もうその死体邪魔。シットワンの仕事か。びっくりした、びっくりした。でかい、でかい、でかい、でかい。でかい、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 でかい。身長高いのやめよう。身長高いのやめよう。やばいやばい、スタン入ってる、スタン入ってる、スタン入ってるよ。逃げて、逃げて、逃げて。よし。ファーストエルキットが仕事してないよ。アンテージ。よし、止まったけど。オータレット仕事してる？オータレット？全然仕事してないよ。全然ヘッドショット取れてないよ。おいおいおい、ナイス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 、意外とナイス。待て待て待て、どうなの、どうなの、なんで内側から来た、お前。やばい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 。どっちが攻めてんのかわからんくなった。でかい。でかい。やばい、遠距離からタレット制御したい。じゃあ飲みたいわけじゃないんだよ、俺。スナイパーを構えたかったんだよ。あいつは誰だ？あいつカヤコじゃないのか？うっしゃいよ！こいつはマジやめろ。いつマジ戦いにくいわ。一番戦いたくない。第1号よし、よし、回復してる？回復してない。30ぐらい水減る？殴れる？殴りに行こう、これは。これ何時今？うえ。おお、頑張れ。ショットガンタレットが全然仕事しない。やばい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 。
ワッツ。あれがエグゾディアか。やばい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 。ちょっと出た。あれがエグゾディアか。回復。どうしよう、パスエレキック使っとくか。マリオネットがどこ行った今の。あれがエグゾリアか。倒したぞ。とりあえず名前を確認しに行かないといけない。違う、あれ雷様や。ただの雷様や。あれは前の雷神や。あのなんていうの、アンチにいた時、アンチの汚染地域行った時にいた雷神様や。うっせい、誰か殴ってきてる。もうよし、あれ誰だ。気づかんない、倒してないんかい。いて、ワッツ。うわ、やばいやばいやばい。あれは？あれただの爆撃？ああ、ヘッショダメだった。よし。スパイダーがどんどん来てる。やばい、あいつもじゃない？違う。やばい、連射性能のある銃持ってきてはよかった。連射性能があるぞ。ヘッショガンガン決めてくればよかった。やばい、あれファイヤーだっけ、正面にいるやつ。大丈夫か、ファイヤーは大丈夫か。怖いのはあれだもんね。爆撃してくるやつ。おお、なんかいるなんかいるなんかいる。よし、見えない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 。燃えてる燃えてる。オンファイヤー、オンファイヤーは敵、敵オンファイヤー。よし、サクサクにやったろ今の。倒せてない倒せてない。よし、よし、ちょっと待って、こっちの裏に全部が結構いそう。あ、やっべ、あっち爆発しとる。
内側がカバーしに行くのは危ないね、あっちは。やべえ、重たい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 。スーパー火薬は来ない。やっべえわ。穴が。やばい。誰お前。あ、こうしな目で当たらん。抜けてって。こういう薬飲もう。ね、しない。うわ、頭がないじゃん、それ。頼む、頼む。頭。絶対。よし。あ、犬。あ、一回下がろう、これ。あいつは強敵。ナイス。ナイス。うわ、いるっぽいな。犬倒しとくか、この犬。よし。この中にいるやつは。どこにいる？は？もうだいぶ穴開けてあるっぽいな、下に。これノーマル火薬？ノーマル火薬か今の。あれノーマル火薬っぽいね。スーパーじゃない火薬っぽい。やばい。一回こっち行ってみよう。どんだけ穴開けとるやん、お前ら。スーパーめちゃくちゃ穴開けとるやん。破壊王の攻撃力破壊すぎだろ。よし、破壊王やった。どんだけ洞窟掘ってあるの。やっべえな、やっぱりあれが欲しかったわ。範囲攻撃のやつ。どう見てもこれ範囲攻撃、パイプボムとか投げ込むようやん。見てもパイプボムとかロケランとかそういう系じゃん、ここ。カヤコいる？スーパーカヤコいないね。ただのカヤコしかいなさそう。とりあえずこっち放置しておきましょう。喉乾いてるから一回飲まないんで。こっち行こう。うーわ、こっちもえぐい。あ、何今のバンテージの音が聞こえたんだけど、敵から。やばい。マツコはまずい。マツコの火力はまずまずした。止まって。痛い。俺が止まってどうする。あいつか、バンテージ持ってるやつ。やばい、起き上がった。こいつはまずい。なんだあいつ。
からファイヤー、口からファイヤー。待て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 、黒いやつまず先に倒そう。あいつネクロマンサーで起こすやつだったらもう終わりだわ、俺ゲームオーバーだわ。ダークプリストだった、大丈夫だ、プリストだからヒーラーとかやってたのかな。よいしょ。あ、ちなみにちゃんとアップデートはかけております、かけております、かけてきました。あ、肩じゃない、イエス。やばい、フェラルホード終わっちゃう、フェラルホード終わっちゃう、このままじゃ。まあじゃあフェラルホード普通に終わっちゃう。スーパー火薬来てる？来てなくね？スーパー火薬来てない。いや、プシュプシュ、燃えてる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 。そのプシューは何なのか知らないけど、とりあえず燃えてる。ホット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 、よいしょ、どんどん倒して。うどこ、ここね、かやこ。やばい、普通に入ってきやがった。こいつ爆発するんじゃなかったっけ。よし、どういった、爆発するのとダークブリーズと合成されたらどうなるんだろうね。何回も爆発するのかな。ダークブリストじゃなんだっけ、ネクロマンサーか。死んだ。よし、俺が死んだみたいな声出すなよ。やばい、弾がなくなるぞ。300発あるから余裕だな。犬？どこ頭？やばい、フレームが壊れちゃう。よし、あ、奥からやばそうなのが来た。お、スーパーカヤコじゃない、あれ。スーパーカヤコじゃないけど、少なくともあれは破壊王だわ。やばいやばい。やばいやばい。やばいやばい、だいぶ食らってる、だいぶ食らってる。一時絶対。おい、ここまで下がれたの俺。どうやって戻るん？やべえな。下もだいぶやられてるな、ここの。完全になんか、空洞みたいなことになってる。よいしょ。あいつなんな、あいつ。外した？
ダメだ、当たんない。あいつは倒しとかに絶対大変な目に遭うから。よし、止めたろ。痛い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 、ね、痛い。もし止めとこ。よし、あいつ死んでるちゃんと。さすがに死んでるよな。スーパーカヤコ来た？あそこで這いつくばってるの、スーパーカヤコ？いやー、単純なスパイダーな気がするな。ちょっと見てみようか。じゃ、水じゃない、水じゃない、水じゃない。あれ、スパイダーですね。スーパーカヤコが出てくんなー。第三防衛ラインまで使うと思わなかったわ。もうこれ復旧不可なんだか俺。痛い痛い痛い。誰だよお前。マスクマンか。あべ、何何このゲロみたいなやつ。ストレスって言ってる、ストレスって。こんだけゾンビいればストレスになるわな。招き出したわ。ストロンガーマインどこ行った。やっべーって、やっべーって。回復が足りないって。ワッツ。よいしょ。いやー、倒せない。ナイフナイフ。もうスパイクがよかったな、これ。スパイクじゃん、槍。ナイフだ。犬がどっか入ってるな。あそこに犬がいるな。あ、また飲むの持ってる。それそれそれ。町村に大変なのが来てる。どれかいのは。朝なっちゃった。マジで、マジでショック。でかい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 。でかいって。こんだけ攻防戦繰り広げてもダメなの？マジで？どうしよう。どうしよう。スパイダーが。あ、もうこれ、
復旧無理なんだけど絶対。こんなん復旧無理に決まってるやん。直せるわけないやん。むしろ直したくないわもう。いいね。HP 結構減ってるやつ。痛い。あ、もうこれファーストエイドキットや。飲みよな。歯2個も開いたし。わけわかんねえ。遅すぎる。ラグすぎる。うわ。ファーストエイドキットもなくなったよ。スナイパーで倒すもんこれ。あいつもだ。お前もだ。土かよ、しかもこれ。誰だよお前。よいしょ。誰だ、誰が生きてんだ、お前か、お前ゾンビか、ゾンビだ。こっち側に湧いてなかったんだね。 OK。いやーマジかー。全然召喚までいけなかったやん。マジかよ。それでもこれはボッコボコか。ボロボロや、ボロボロ。この下のゾンビたちはどこに行ってしまった。どこまで穴掘ってった。もう時間切れで死んだっぽいね。タイヤとか持ってるね。どんだけ穴掘ったんだよお前ら。まだどっかにいるな。だいぶ穴掘っちゃったね。これ出れないよね。つまり中にいたやつらはもう死亡したってことで OK っぽいな。うわ、悲惨だね。いやまだ下にいるし、ここの。どうやって入ったよ下に。繋がってるところなかったでしょさっき。うわー、マジかー。今回のペラルホールでもダメだったわ。ショックすぎる。いやー辛いなー。悲惨すぎるな。復旧がめんどくさすぎるな。そしてなんかあのどうでかいやつのお土産ないし、クラッシャーどっか行ったか知らねえし、こっちまで雪降り始めておる。死体が雪に埋まっちゃうじゃん。
クラッシャー一体もいないのだが。どうしよう。フェラルホードどうしよう。あ、クラッシャー一体目来た。わお。これだけでいいかな。MG4 ストックとかいる？あ、ブローイングパーツの。あ、これ意味ないか。ローペラン。どうしましょう。どうしましょう、皆さん、これ。このままエグゾディアまで粘るか、どうするか、ちょっとご意見をください。エグゾディア出なかったな、マジか。当日に120分設定にしたから、もうね、撲滅速度は絶対間に合わないわ。あのゾンビの量は完全に一面からだけ攻めてきてくれたら、多少はどうにか押せるかもしれないけど、無理ですわ。今の感じだと二面でこれだもんね。間に合わない、間に合わない、全然間に合わない。後ろも見事に地面に大穴開いちゃったし。見てよ、ここやりたい放題されちったよ。これはどうしようもない。破壊王が穴開けたところにゾンビがみんなで突入してった感じ。雪か、地面。そうか、ここ全部雪か。ここも雪だっけ？ここ土だよね。いや、ここやられたんならもう無理だわ。砂か、もしかして。これ道だから砂か？砂が狙われたのか？もともとどんな土地だったか覚えてねえな。土だった気がするんだけどな。これはもう、やるとしたらむしろラインを引いて、内側で戦う方がもう楽だな。お、ブローイングレシーバー。フローイングレシーバー、ショットガンのやるとしたらもう内側に引いて、もう外はこのまま放置みたいな。そっちが楽で早いですね、これ復旧するの。一応できるっちゃできるけど、めんどくさいな、だいぶ。どうするか。というわけで、じゃあ、とりあえず今回ここら辺で終わりにしましょう。生き抜くことはできました。雷野郎だけ超焦ったけど。雷神様。雷神ぐらいかな、新しめのゾンビ。あと、マシンガンのやつも来るとかで誰か言ってたもんね。こっちの下ゾンビいるっぽいんだけどな。声はするんだけど、穴なかったもんな、さっき。もう放置しとくしかない。まあ、あるとしたらこっちの下からいて、あっちで湧いてるとか。厳しいね。というわけで、今回ここら辺で終わりにしましょう。もうとりあえずフェラルホーダー終わってしまった。じゃ、思い残す
パコさんちって結局まだ見つけてないんだよな、俺な。パコさんち見つけなきゃな。どうにかして探さな、パコさんちを。今まで行ってないところだよね、マップ上で。あるとしたら。ちょっと、今度探してみましょうか。前はデザートイーグルもらったけど。ゲームをなんとかっていうやつ。あれだけでもクリアしたいもんね。よし。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。静止画でした。